どうも、みなさんこんにちは、こんばんは、ナッツです。今回は、シャドウオブザエルデツリーというエルデンリングの大型 DLC について、現在判明している部分の情報をざっくりご紹介していきます。これはエルデンリングをプレイした方にとっては待望の DLC ですよね。DLC の内容の一部や発売日などを判明しておりますので、まずは発売日からご紹介していきます。エルデンリングの大型 DLC シャドウオブザエルデツリーは今年2024年の6月21日に発売予定です。プラットフォームは PS4、5、Xbox One、Xbox シリーズ X、S、PC で、規模の大きい DLC になっているのでしょうがない部分ではあるんですが、価格はちょっと高めで、エルデンリングの本編を所有している場合で約4400円、プラットフォームによって多少金額に差が出てくるかもしれないんですが、まあ4000円台ぐらいになってます。それではシャドウオブザエルデツリーの舞台物語についてなんですが、影の地という新しい舞台でミケラを巡る物語が描かれます。本編では祝福の導きに従うことがシンプルな動線になっていたと思うんですが、それが DLC では影の地に向かったミケラの足跡を追うといった感じになるようです。そしてこの DLC もう一つの中心になるのが影の地の過去と女王マリカの過去とは言っても、この DLC の舞台は過去とか未来ではなく本編と同じ時間軸になるようです。それでは続いて気になる今回の DLC のボリューム規模感について、一応言われているのがダークソウルシリーズ、そしてブラッドボーンなどの DLC と比較してそれよりも確実に大きいものにはなっているようです。リムグレイブよりも規模が大きいらしいので、これはかなり期待できるんじゃないでしょうか。本編のフィールドからつながっているような場所ではなく、転送によって向かうことができるエリアで、オープンなフィールドにレガシーダンジョンだったり小規模なダンジョンも含まれているらしいです。ちなみに本編のフィールドと DLC のフィールドの行き来は転送を使うことで自由にできて、 DLC エリア内のファストトラベルは通常のエリア同様に祝福から祝福へっていう感じで飛べるようです。そして DLC の難易度についてなんですが、 DLC のフィールドに向かうには本編の方で血の君主モーグと星砕けのラダンを倒してる必要があって、だいたい本編の後半と同じくらいの難易度になるようです。ちなみに本編で裏ボスと言われたマレニア的な物語上を倒すのが必須ではないかなり強力なボスもいるらしいので、これはちょっとね、発売前に一周二周して体勢つけといた方がいいかもしれません。それではここからはボリューム感っていうところにもつながってくるんですが、 DLC での新要素をざっくりご紹介していきます。まず一つ目が DLC 限定のレベルアップ要素。従来のレベルとは別で DLC エリアでのみ有効になる赤狼でいうところの攻め力みたいなものがあるようです。ここの詳細は分かっていないんですが、赤狼の攻め力は敵に与える HP ダメージと体感ダメージに影響するステータスなので、シンプルにひるみとか攻撃力に影響するんですかね。そして DLC で追加される新要素2つ目としては、新しい武器や戦技、魔術、祈祷の追加。細かい部分の情報は出てないんですが、どうやら結構大量に追加されるみたいですね。武器については少し分かっている部分もあって、既存の武器種への武器の追加はもちろんなんですが、なんと新しい武器種が8種類も追加されるようです。これやばいですよね。シンプルに今ある武器種の新武器も追加されて、武器種自体も新しいのが8種類も増えるっていうことなので、多分結構すごい数の武器追加されると思います。新しく追加される武器種のイメージとしては、映像でもちょくちょく出てくるんですが、太刀とか逆手剣、全ての攻撃や投擲となる投擲短剣、他にも門戸をイメージした格闘武器だったりとか、攻防一体になっているデュエリングシールドのような武器も追加されるようです。武器だけじゃなくて戦技、魔術、祈祷も新しくいっぱい追加されるみたいですからね、また新鮮に楽しめると思います。はい、それでは DLC と本編の関係性なんですが、 DLC の物語は DLC の中で完結するようです。なので DLC の進行によって本編のエンディングとかに影響が出ることもないですし、本編の進行で DLC の内容に影響が出ることもありません。フィールド自体も本編とは違いますからね。 DLC は DLC で楽しめる作りになっているんじゃないでしょうか。DLC にしては価格はちょっと高めではあるんですが、その分めちゃめちゃ規模の大きい追加コンテンツになっておりますので、かなり期待できると思います。はい、ということで今回はエルデンリングの DLC シャドウオブザエルデツリーをざっくりご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄に Twitter、X もありますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた、バイバイ。